はい。皆さん、こんにちは。渡りぐるぴしです。今回は、ギルネゴ独立戦争記、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ギレン総帥自ら、地球降下作戦の第1弾として、オデッサに降りてもらったんですが、レベル将軍がビッグトレインに乗って拠点に居座ってですね、どうしてもこれを撃破できなかったので、今回は、少し編成を変えました。まず、一番変えたところ。これはですね、ギレン総帥、今度は自ら、モビルスーツに乗るというところですね。ザク2に乗ってもらってます。あと、パイロット乗りのザクに関しては、バズーカー持ちに変更。これで火力をね、ちょっと底上げしたいと思ってます。ザクマシンガンに比べてザクバズーカーはですね、命中率は下がるんですが、その分火力が出る。命中率が下がる分はパイロットを乗せているので、その補正でなんとかカバーしようという考えですね。では早速地球に降下していきます。オデッサに部隊が到着しました。ではオデッサに部隊が到着しています。まず策略ですね。これは士気高揚とあとは防御陣形貼っておきたいと思います。敵はおそらくレベル将軍がまた出てくると思いますので、レベル将軍には絶対に拠点に入らせないということと、できるだけ撤退させる。これをね、念頭に、モビルスーツを、進軍させていきたいというふうに思います。レベル将軍を早々に撤退させることができれば、資金範囲も狭まって、より効率よく連邦軍を撃破できると思うので、まずはレベル将軍を撤退させること。これを第一目標に進めていきましょう。では、まず降り立った、ジオン側の位置確認からしていきましょう。ここにいるのが、3年生とノリスがいるな。うん。ここからじゃあ、まずは、前線へと出てもらいましょう。回復できるのがね、残念ながらコムサイしかいないっていうのもあるので、コムサイをどれくらい先に進めるかっていうのも、前回あまり考えずにやってしまったので、今回はですね、しっかりコムサイも使っていきたいと思います。では、3連星のいる正体から先へ進んでいきましょう。3連星は前回の冒頭でもご説明した通りですね。この中では唯一索敵ができるユニットになってますので、それをね、有効活用しましょうというところになります。では、交戦状態に入ります。ギレン総帥も最前線にいます。ただ、正体の中の真ん中に入れてですね、いきなりギレン総帥が狙い撃ちされて、ゲームオーバーになるっていうのは防ぐような、そういう隊列を組んでいます。まずはビッグドレイの場所ですね。どこにいるか。3連星の専用ザクでしっかり索敵しながら進めていきましょう。さあ、連邦軍の攻撃。まずはこれ防御でしのいでいきます。ノリス大佐がいきなり撃破か。痛いな。ノリス大佐が撃破されたのは痛手ですが、進んでいきましょう。ビッグトレイはやっぱりここにいますね。これビッグトレイだと思います。総帥自ら攻撃を当てて進軍をしていきましょう。モリス大佐がいなくなったもののマッシュの索敵は有効活用したいので、そのまま進んでいっちゃいます。爆撃機はこれってブロックなのかな。反撃あんまり食らいたくないところではありますよね。ダイヤも索敵しながら進んでいってもらいます。さあギレン総帥自らモビルスーツに乗って白衛戦に入ってもらいます。ギレン総帥のパラメーターなんですけども、まあ、格闘はねさほど強くないんですが射撃能力は高いので、もちろんね、艦船に乗ってもらうのが一番いいとは思うんですけども、まあ、それでもね、十分にモビルスーツに乗っても強い部類のキャラクターになるのかなと思ってます。戦火やいかに。そうですね。ギレン総帥がしっかり戦果を上げてくれてます。マイクーベンも出てきてますね。はい。敵の前衛部隊を順調に撃破して回っていると。今のところ大きな損害という意味ではノリス大佐のザクぐらいですかね。さあ、多少ちょっと無理したところもあって、で、これは、オルテガが撃破されてしまうかもしれないですね。確認しながら進めていきましょう。なんとかね、残ってもらいたいなと思うんですが、オルテガが撃破されてしまった。残念ですけど、オルテガがここで離脱です。まあ、ただまだね、ガイアとマッシュは残ってますからね。ガイアとマッシュをうまく使っていきましょう。はい。ではですね、戦略フェーズを経て、このオデッサ攻略の戦術パートの2ターン目に入ってます。ギレン総帥は、順調に最前線で戦ってくれてます。もうすぐね、レベル将軍に取り付けようかというところなんですけど、レビル将軍がね、拠点の上から居座って、全然離れる気配がないので、ちょっとこのままだと、同じ鉄を踏むということになってしまうかなと、ちょっと危惧しているところではあります。まあ、なんとしてもね、レビル将軍はあそこから引き剥がさないと、ビクトレイを撃破する体力、パワーがちょっとないかなと思うので。さあ、大きな犠牲を伴いながら、レベル将軍のビグドレイに迫ってきたんですが、ビグドレイがね、やっぱりここから動かせないですね。これ、ビクトレイを動かさないと、前回と同じく、火力不足で削り取りきれないということが起きると思うので、そうですね、ビクトレがあそこに居座るよな。あえてちょっと退路を作ってみましょうか。ビクトレが逃げる退路を作って、ビクトレの退避を促してみましょう。まあ、ちょうどね、もうギレンもエネルギー切れを起こしてるんで。エネルギー切れ、キャラ多いなぁ。ちょっともうエネルギー切れを起こしてる人たちも多いので、ここはあえて、退路を用意する。これで、ちょっとレベル将軍の撤退を促してみましょう。これでレビル将軍が撤退してくれなかったら、根本的な作戦の練り直しですね。これが必要になってくるかなと思います。はい。残念ながらレビル将軍のビクトレイ。ここから、動かずと、いうことなので、ちょっとこのオデッサ攻略作戦、もうちょっと人手を増やすなりなんなりちょっと考えて、もう一度リベンジの機会作りたいと思います。難しいですね。